もう3分待ってくれたら素直に感謝できたんだがな。ハワイでの任務だからわざわざあなたをアサインしたんです。それだけで十分感謝してもらいたいものですね。そちらの用事は済みましたか？ああ、結構。あとは任務に集中できますね。状況は？まだ下準備って段階だ。町の情報通何人かに接触して渡りはつけた。そいつらからの情報待ちだ。いい手際です。あなたに頼んだのは正解だったようだ。今のところは。あんたは相変わらず一言余計だ。例の人物の捜索、くれぐれもよろしくお願いしますよ。では。どうも鈴木さん、また暑苦しい格好してるね。余計な話はいい。例の人物について何か情報は？あんたはタイミングがいいよ。取れたてのネタが入ったとかだ。ほんとついさっきだ。警察署で取り調べ中だった日本人が脱走したっていう。日本人？確かなのか。さあね、日本語ペラペラの中国人かもしれねえ。いい加減な情報だな。しょうがねえさ。何しろそいつ丸裸で逮捕されたでしょ。なんだそれ。知るかよ。だけど丸裸でパスポートなんて持ってるわけもねえ。だからそいつが何人で何者なのかさっぱりわからねえんだとさ。そいつの特徴、他に何かないのか？あっと、追加のご注文で。ちへへへ、今日はうまい飯が食えそうだ。その脱走犯の背中にはそれはそれはご立派なタトゥーが入ってたんだという。タトゥー？なんでもよ、ドラゴンなのに尻尾が魚みたいになってるって、へんてこなデザインだったってさ。あったビンゴみてえだな。ご祝儀も受け付けるぜ。調子に乗るな。そいつの行方は？怖っ。アートウォールズあたりで目撃情報があったって話だよ。アートウォールズだな。分かった。またのお越しを。おい。あ？
You gotta try, Tommy. 後悔するなよ。フリーズ。ホールダー。たく、浜の英雄が何やってんだ。荒川真澄が泣いてるぞ。久しぶりだな、春日。え、桐生さんですか。なんてお礼を言っていいのか。桐生さん、本当にありがとうございました。まったくだ。おかげで俺も逃亡ほう助の犯罪者だ。本当に申し訳ありません。冗談だよ。それにしても桐生さん、なんでハワイに。大道寺一派の仕事でな、人探しをしてる。え、それってもしかして。あいにくだが、お前じゃない。あ、そうですか。でも、なら、なんで俺を。その人探しの最中にお前によく似た日本人の情報が入ったな。まさかとは思ったが、駆けつけてみたらご覧の通りというわけだ。そういうことか。それでお前はなんでハワイに。それがどこから話しゃいいんだか。桐生さん、茜さんって覚えてますか。荒川のおやっさんの恋人で、つまり俺の母親かもしれない人。はあ、そんな名前だったっけな。確か荒川との間にお前を産んですぐに殺されちまったと。まあ、おやっさんが俺の実の親とは決まっちゃいないんですが、その茜さんです。単刀直入に言うと、茜さんが実は生きていて
今ハワイにいるらしいんです。なんだって？アカネさん、お体が優れないとのことで、元気なうちに息子を、まあ一旦俺ってことになりますけど、一目会いたいと。そうだったのか。それでこっち着いてすぐアカネさんの家に行ったんですよ。行ったんですけど、ただでさえ道中いろいろあったってのに、家にアカネさんはいなくてですね、家政婦のジョーちゃんがいたんですよ。それでどうも俺はそのジョーちゃんにはめられたらしいんです。はめられた？そうなんです。だから俺は殺にとっつかまっちまったんですよ。すまんが、さっぱり話が飲み込めねえ。でしょうね。泣き面に蜂で、サツもとびっきりのクソ野郎で、俺の言うことに全然耳を貸しゃしねえ。だからそれで脱走か。はあ、お前は本当にトラブルメーカーってやつだな。すんません。ま、詳しい話はまた今度聞かせてくれ。それでお前はこれからどうするんだ？そうっすね、とにもかくにももういっぺん茜さんの家に行かねえと。茜さんが戻ってるかもしれないし、あの嬢ちゃんに話を聞かねえと。そうか、場所はわかるんだよな？ええ、いっぺん行ってますから、だいたい道順は。え、もしかして送ってもらえるんですか？一応お前は今脱走犯なんだぞ。一人で街をぶらついてたらまたとっ捕まる。本当に何から何まで。あ、肩揉みましょうか。事故るからやめてくれ。あの、
アロハ。Thank you.
キリュウさん。おう。いえ。化け物に見えた。おう、俺たちの絆見せてやるよ。しまいだ。ぶっ飛べ。向かうところ東京だけは勝ってやるよ。よし、上昇上昇。悪くない気分だぜ。キリュウさん。アロハ。ありがとうございます。よう。いらっしゃい。ほう、連れか。ああ、こちら店長だ。この店はカラオケバーなんだが、寂れていて居心地がいいからよく使ってるんだ。寂れてて悪かったな。俺、春日一番です。キリュウさんにはいろいろよくしてもらってます。春日さんか。どうぞごゆっくり。さて、まずは軽く一杯。
行くか。はい、喜んで。よし、歌うか。フレコだ、楽しく行こうぜ。うっ、説教台その息だ、聞いてくれ、ジャッジメン。レールから外れた、おい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 、不良品の野良まあこんなもんだな。よし、歌うか。この歌を送るぜ。地獄で鍋パーティー。さあ、直樹ちゃん、今日の夕食は何がいいかしら。カレー、ハンバーグ、パエリア、バーニャカウダ、それとも地獄鍋にしてやろうか。悪魔の地獄鍋はくだらぬ人類が食材さ。カツゲー、クソリプ送るだけのお前はまさに今夜のメインディッシュ。白菜、おネギ、豚バラ、どんな馴染みの具より悪魔の海の大出汁が取れるぜ。キムチよりも赤い血の赤たるみ効いた腹肉、うまいぜ。闇なでも絶望するくらい暗く深い
鍋底地獄鍋パーティーだ。どの曲にするかな。この歌を送るぜ。地獄で鍋パーティー。さあ直樹ちゃん、今日の夕食は何がいいかしら。カレー、ハンバーグ、パエリア、バーニャカウダ、それとも地獄鍋にしてやろうか。悪魔の地獄鍋はくだらぬ人類が食材さ。カスカクソリズ送るだけのお前はまさに今夜のメインディッシュ。白菜、おネギ、豚バラ、どんな馴染みの具より悪魔好みの大出汁が取れるぜ。キムチよりも赤い血の赤たるみ効いた腹肉うまいぜ。闇なでも絶望するくらい暗く深い鍋底地獄鍋パーティーだ。バカな。春日。はい。少しは落ち着いたか。おかげさまで。ほんとすんません、飯までごちそうになっちまって。いや、ほんとハワイは飯も酒もうまいや。お気に召したようで何よりだ。へえ、いや、地獄に仏たこのことです。こっち来てからわけわかんねえことだらけだ。なんか桐生さんに会って心底をほっとしてます。慣れねえ都市でのトラブルは答えるからな。ほんとそうですよ桐生さん、このご恩は必ずお返ししますんで。期待しないで待ってるよ。いえ、
これは口だけじゃないっす。俺だって桐生さんの力になりたいっす。何でもいいんで手伝わせてください。わかった。じゃあ頼りにするよ。よろしく頼むぜ春日。はい、任せてください桐生さん。じゃあこの奇妙な再会に乾杯だ。うっす、乾杯。ようやくお目覚めか。もう昼だぞ。キリュウさん、あれ、ここはカラオケバーの2階だ。酔っ払って寝しまったお前を運ぶの結構大変だったんだぞ。いや、すみません、いつもならあれくらいの酒で寝たりしないんすけど。さすがに疲れてたんだろう。寝て少しは楽になったか。はい、おかげさまで。そうか、ならいよいよ行くとするか。あかねさんの家ですね。ああ、俺のホテルの前に車を用意している。そいつで行くぞ。わかりました。おお、起きたのか。いろいろご迷惑かけたみたいですみません。2階も使っちゃって。気にしないでくれ。2階は昔は接客で使ってたんだが、今は客も少ないし、ほぼ物置みたいなもんなんだ。もし寝床がなかったり人目を忍んで話したかったら好きに使ってくれて構わん。え、でもいいんすか。ああ、数少ない常連のお連れさんだ。手厚くサービスしないとな。またいつでも来てくれ。はい、また来ます店長。ふん、いい調子だ。遅かったじゃないか。ささ、こっちこっち。は？確か未経験だよね。でも大丈夫。面接で見た時から相性の良さにグッときたんだ。実物はもっとナイスガイだね。それじゃあパラキーコ君、よろしくね。おい、よくわかんねえけど、人違いじゃねえか？俺は日本人だぞ。え？君はこの前オンライン面接したパラキーコカズ君だろ？悪いが人違いだよ。俺は春日だ。なぜ、どうして来ないんだ。集合時間を1時間20分も過ぎてるのに。
それはバックレられたってことなんじゃねえのか。ノー、パラキーコ君はそんな子じゃない。私の男を見る目は確かなんだ。オンライン面接で見ただけの男だろ。連絡もなしに初日から遅刻かましてるし、画面越しでも人柄の良さが伝わってきたんだ。凛とした瞳でハキハキ語る男でね、本当に君そっくりのいい男なんだ。ど、おお、なんか照れるな。しかし春日君の言う通り、無断遅刻は事実だ。このままでは店のオープンができない。何せ予約がパンパンだからね。他のバイトにヘルプに来てもらうとかできねえのか。私一人でやってるお店なんだ。今までは席を絞って細々と営業してたからやっていけてたのさ。幸先悪いな。パラキーコを雇って今日からバリバリお客さん入れて営業するつもりだったってことだろう。イエス、その通りさ。パラキーコ君、事故にでも巻き込まれたのかな。もうすぐ来るかな。信じたくなるあんたの気持ちもわかるが、代わりを探すか客に謝る方が現実的なんじゃねえか。代わりなんてすぐ見つからないよ。気に入った人にしか店は任せられないからね。ウェイターは顔つきが命だと私は思ってるんだ。キリリとした眉、深みのある表情、野心的な瞳、それこそ頼れるウェイターの勲章なんだ。ん？待てよ、逸材がここにいるじゃないか。パラキーコ君そっくりな頼れるウェイターの顔。君なら制服もバッチリ似合うよ。お願いだ、今日一日だけでいい。うちのお店で働いてくれないか。春日君と働きたいんだ。悪いが、料理はからっきしなんだよ。ちゃんと教えるから大丈夫。注文を取って料理を客席に運ぶだけだよ。春日君とここで会ったのも運命だと思うんだ。日払いだし、まかないも出すよ。どうかな。春日君、ありがとう、ありがとう。春日君はウェイター未経験なんだよね。ああ、何をやりゃいいかさっぱりだ。それじゃあ開店までの間レクチャーするさ。ささ、こっちこっち。
お、おう、ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。
ああ、はい。ありがとうございます。ああ、春日君のおかげでライターさんと知り合えたし、今日はハッピーデーだよ。ここに来てくれたらまかない弁当をご馳走するから、また遊びに来てよ。おう、また来るぜ。
さて、ウェイター探しをちゃんとしないとな。春日君ほどの人材が見つかるといいけど。経験もねえし、料理のことも知らねえ俺よりはいいやつがきっと見つかると思うぞ。ノーノー、私が大事に思っているのは人相なんだ。春日君のその眼差しと表情。バイトをバックレたパラキー国の履歴書を見たとき、その顔にピンときてさ。指名手配犯みてえだな。ウリ二つの春日君が現れたとき奇跡だと思った。こいつなら絶対お客さんから信頼されるって。顔を見ればわかるんだ。オビさん、そこまで俺を信用してくれてたんだな。すみません、アルバイト遅れました。今日からお世話になるパラキーコカズです。ああ。全然似てねえじゃねえか。Aloha. Thank you.
なかなかいいのが撮れたな。よう、いい写真撮れたのかい？ああ、バッチリだ。最高のショットが撮れたよ。やっぱ写真を撮るならハワイが一番だな。確かに、ビーチとか綺麗なもんが多い街だもんな。写真撮るには最高なんだろうな。なあ、もしよかったら撮ったやつ見せてくれねえか。ああ、いいぜ。もしかしてあんた観光客とかか？まあ、そんなところかな。いつもは横浜にいるんだけど、ちょっと用事できてんだい。春日一番だ。よろしくね。俺はジョージ・クロキ。トロリーに乗っていつも写真を撮っているんだ。こちらこそよろしくな、春日ちゃん。さて、写真が見たいんだったな。ほれ、見てみろ。自信作ばかりだ。どれどれ。ああ、ああ、最高の写真ばかりだろ。どうだい？じゃねえよ。なんだよこれ、全部怪しい連中。そりゃそうさ、俺は怪しい連中、不審者専門のカメラマンだからさ。不審者専門のカメラマン？ああ、ハワイってのはもともと開放的な場所だから、調子に乗って悪さをする不審者が多い場所なんだが、最近変な被り物をした不審者がハワイの観光客に嫌がらせをするっていう悪趣味な動画がネットでバズってな。その動画の真似をして被り物をしてバカなことをする愉快犯みたいな連中がハワイでは急増してるんだ。つまり不審者専門カメラマンの俺にとって最高の仕事場所ってわけさ。仕事場所って、そもそも不審者の写真撮るなんて仕事儲かるのか？それがそこそこ儲かるんだよ。この写真に誰が金出してくれてると思う？不審者マニア？なんだよ不審者マニアって。これに金出してくれるのはな、警察だよ警察。警察？ああ、さっき言っただろ、誘拐犯が増えてるって。警察も手を焼いてて何とかしたいらしくてさ、そこでお声がかかったのが俺ってわけ。いつも変な奴らの写真撮ってる俺を使って、あいつらを効率的に取り締まりたい、だから協力してくれってさ。協力って、ただ写真撮るだけでどうやって？簡単に言うと、俺が撮った写真を元に警察が不審者を見つけて捕まえてるんだよ。俺がここから不審者を撮るとすぐに警察に写真データが行くようになってる。それをもとに不審者の場所を特定して現行犯でとっ捕まえてるんだ。写真で決定的な瞬間を収めれば、それを犯行の証拠にすることもできるし、一石二鳥だ。ま、つまり俺は不審者逮捕に貢献できる尊い仕事をしてるってわけよ。なるほどな。だから不審者ばっかり撮ってたってわけか。ああ、トロリーはハワイ中を効率よく回るのに最適な乗り物だ。だから不審者探索にももってこいなのさ。まさか不審者連中もトロリーから自分たちが見られて撮られてるなんて思ってもいないだろうしな。結構楽しいんだぜ。一般人の中から変な被り物をした不審者を探して撮るゲームみたいだろ。確かにそう言われると楽しそうではあるな。ならやってみるか。え、俺が？カメラとかあんまり使ったことねえけど、できるかな？気にすることねえさ。何も芸術的な写真を撮れって言ってるわけじゃねえんだ。かぶり物してる不審者探して見つけたら撮る、基本はそれだけで OK だ。小難しい技術は必要ね。ただ車体はなるべくでかく、なるべく真ん中で撮ることを目指した方がいい。そっちの方が報酬を多くもらえるからな。余裕があったら狙ってみろ。分かった。じゃあ試しに一度やってみるよ。ああ、しっかり不審者撮れよ春日ちゃん。
取って取りまくるぜ。いい感じだな。いい絵が撮れたな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。いい感じだな。いい絵が撮れた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 な。いまいちだな。もっと狙わねえと。いい感じだな。いい絵が撮れたな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。いい感じだな。いい絵が撮れたな。絵が撮れたな。いい感じだな。いい写真が撮れたぜ。お疲れ、春日ちゃん。なかなか数字がいいじゃねえか。初回にしちゃ上出来だ。そうかい。だがなかなか難しいもんだな。急に出てくる不審者も多いしよ。まあ不審者なんてのは大抵急に出てくるもんだからな。だが奴らにもある程度パターンがあるからよ。それを覚えちまえば結構サクサクいい写真が撮れたりするんだ。春日ちゃんなら何回かやれば優秀な不審者スナッパーになれると思うぜ。俺が保証するよ。ああそうそう、これは今回の報酬だ。初回だし弾んでおいた。受け取ってくれ。本来は取れた内容によってポイントが付与されて、そのポイントを現金とか物と変えられるシステムなんだけどよ、今回は特別だ。あとそうだ、これもやるよ。カメラ？こんなのもらっていいのかよ。ああ、俺は同じやつもう一台あるからよ。遠慮しないでもらってくれ。警察から撮影を頼まれている路線はここ以外にもいくつかあってよ。それぞれ撮影の難しさや不審者の種類も微妙に違うんだ。まあとりあえずは一番撮影しやすいこのアロハビーチ周辺で腕を磨いて、慣れてきたら他の路線にも挑戦してみる感じでいいんじゃねえかな。わかった。カメラもせっかくもらったし、世のためにもなるってんなら
微力ながら協力させてもらうよ。ありがとうよ。わかんねえことがあったり、なんかあったらいつでも声かけてくれや。わかった。じゃあよろしくな、カズガちゃん。おう。うひょー、あそこ不審者がいっぱいいる。ふぅー、たまんねえだ。ママ、あの人は？不審者よ、目を合わせちゃダメ。ああ。そんなところで何やってんだい？よかった。手紙、無事だった。すまねえ。驚かせるつもりはなかったんだ。物陰で困ってるようだったから、声かけただけで。いえ、気にしないでください。それでは。それではって、おい、そんな泥だらけで大丈夫か？泥だらけ？おお、全然大丈夫じゃない。悪かったな。いえ。もう。あ？はい。わかった。ありがとうございます。ああ。わかった。
げ。なあ、なあ。はい。すみませんでした。はい。はあ、なあ。ん？ありがとうよ。なあ。ん？うん。ありがとうよ。なあ。ん？ありがとうよ。なあ。うん？ありがとうよ。おう。ん？ああ。おう。おう、間に合ったようだな。ありがとうございます。田辺くん、その私、田辺くんのことがずっと前から好きでした。付き合ってもらえませんか？浜辺さん。はい、よろしくお願いします。青春だな。実は僕もアロハビーチのおまじないのこと聞いて手紙持ってたんだ。え？でも浜辺さんはビーチにいなかったし、逆に僕が砂埋め遊びに巻き込まれちゃって、これじゃ浜辺さんに渡せないなって。それ欲しいの？でも私ばっかり渡すのなんかずるい。だからそれちょうだい。あ、うん。本当に何書いてるのか分かんないね。でも嬉しい。泥だらけの手紙大事にするね。浜辺さん。あれ、そういえばなんで浜辺さんはこのおじさんに手紙を渡したの？直接くれたらよかったのに。実は私もこの手紙みたいに泥だらけになっちゃって、でもどうしてもここで渡したいから春日さんにピンチヒッターになってもらったの。泥だらけのまま田辺くんに告白なんてできないし。それじゃあ僕の手紙と同じだったんだね。そうかもね。春日さん、ありがとうございました。これ今日のお礼です。せっかくの縁なんだ。仲良くやるよ、お二人さん。はい。しかしアロハビーチのおまじないか。おめえらがうまくいったことでまたここで手紙を渡すやつが増えそうだな。そうですね。ちょっと照れくさいですが、でも絶対にご利益パワーありますよ。
春日さんも気になる人がいたらどうですか？ここで手紙を渡しては。効果てきめんですよ。そうだな、考えてみるよ。よく考えたら、うまくいきたい相手に埋まっていてもらわないといけないのか。気合い入れる。アロハ。Thank you.ここです、桐生さん。春日、ここで間違いないのか？もう間違いないっす。バッチリ覚えてますから。鍵開いてましたよ、桐生さん。おい、誰かいねえのか？時のまんまだ。桐生さん、そっちはどうでした？いや、手がかりらしいものはなかった。春日。何ですか？ここがお前のおふくろさん、茜さんの住まいなのか？え？ええ。まだ本人には会えてないですけど。茜さんというのはこの写真の人か？年は取ってるけど茜さんだ。桐
キリュウさん、何ですかこの写真。なんでキリュウさんがアカネさんの写真を。さっき話したよな。俺今大道実派からある人物の発見と身柄の確保を命じられていると。それがこの人なんだ。はあ？大道寺一派が茜さんを追ってるってことですか？理由は分からんが、そういうことみてえだな。はん。病。なんであいつが。面倒なやつが来たな。知ってるんですか？ハワイの裏じゃちょっとした有名人だ。へえ、先客か。いい車乗ってるじゃねえか。なっ。富澤、今度はいいとこ見せてくれよ。はい。来やがった。けどおあいにくさま、こっちには桐生さんがいるんだ。桐生さん、俺いつでも行けますよ。部が悪いな。裏口から逃げるぞ。え？キリュウさん？乗れ。動くんじゃねえ。あ、お前。お前、富澤だったか。病にやられたとこ大丈夫なのか。うるせえ。とにかく動くんじゃねえ。ここで挽回しねえと後がねえんだ。銃口がぶれてる。この距離ならまずは当たらないだろう。合図を出したら乗り込む。すんません、桐生さん、ちょっと勝手します。何を言ってる。え、春日。おい、来んじゃねえって。マジで撃つぞ。お前、ろくな治療を受けてねえだろ。病院行こうぜ。連れてってやるからよ。はあ？そんなんで油断するとでも。お前、あの山行ってのと杯交わしたのか。はあ？それがどうしたってんだよ。突っ返してやれ、そんなもん。親が黒って言えば白いもんも黒くなるのがヤクザの世界だけどよ、その分親はこの命預かるにふさわしくなきゃダメだ。お前はあいつに命預けようと思えてんのか。そんなことできりゃ苦労しねえよ。けど今さら歯向かって何になる。ぶっ殺されるだけだ。
俺らが力になる。え？今、なんて？俺らが力になるって言ったんだ。病からお前を守ってみせる。約束するぜ。なんでそんなこと。俺はあんたははめて今殺そうとしてんだぞ。精一杯強がってても実はしょんべんちびるくらいビビり倒して誰でもいいから助けてくれって内心泣き叫んでるような経験俺にもあってさ、今のあんたの気持ちよくわかるんだ。そんな俺を何の得にもならねえのに助けてくれた人がいて、今度は俺が助ける番だ、そう思ったんだよ。おお、富澤、お手柄じゃねえか。そいつらが先客って、またおめえか。よ、なんであんたがここに。そいつはこっちのセリフだな。ばあさんはいたか。答える義務はねえな。じゃあ義務にしてやるよ、富澤。三つ数えたら撃て。そっちのお連れさんに聞くことにするからよ。ああ、お前、親父。いや、さすがにな。カウント開始だ。一。決めんのはお前だ。二。富澤。人生は一度きりだ。もしもはない。どっちを選ぼうが地獄でも、自分で選んだ地獄なら、そう悪いもんじゃねえ。はい、さーん。富澤。クソクソ、やっちまったやっちまった。大丈夫だ、背中を押した責任はきっちり取るぜ。ですよね。ああ、自分の発言には責任を持つ、それが大人ってもんだ。オーケーオーケー、お前ら一人は殺して残りは両手両足へしょっとけ。富澤殺すなよ。後で俺が直接けじめつけるからな。地獄に送ってやるよ。かかってきやがれ。行くぜ。いつでもいいぜ。ダメだよ。終わらせる。やべえぞ。早く血を止めへんと。俺の番だ。元気満々で来ないだ。ほら。
けてみろ。ほら来いよ。俺の番か。来ねえのか。逃げろ。よし。せや。Yeah.
おう、俺たちの絆見せてやるよ。しまいだ。ぶっ飛べ。うわ、姿を消してしまった茜さん、そしてハワイの地下にはびこる闇組織。ハワイは地上の楽園って聞いてたが、どうやら雲行きが怪しくなってきたみてえだ。